リフ町は宮城県中部に位置し、宮城郡に属する町である。仙台市の北東に隣接する仙園地区に位置し、リフ線や宮城県道8号仙台松島線によって仙台市都心部とつながる。仙台都市圏の中では、新港のベッドタウンであり、四ウォール新リフを中心とした商業集積によって仙園地区の商業格の一つとなっている。また、松島方面へ抜ける、 リフ街道や高速道路などが通る交通の要衝の面も持つ。町内の青山に宮城県の人工重心がある。県民の森に隣接する宮城県総合運動公園には 2002FIFA ワールドカップが開催された宮城スタジアムや大規模体育館のグランディ21総合体育館などがあり、著名ミュージシャンの大規模コンサートが行われることも多い。 山地河川古礁人気元年、仙台平野を南北に分けるように、大宇山脈から松島湾まで東西に横たわる松島丘陵の東南陸に、道の区国の国府県陳樹府の多賀城が創建された。丘陵を越える街道の南側の入り口に位置する、利府の森号地区には、名古ソの関が築かれた。この名古ソの関は、白川の関や根津ヶ関とともに、 欧州三隻の一つであるとの説がある。理府町は、現在の仙台市宮城野区、多賀城市、塩釜市、七ヶ浜町とともに、道の区府中内にあたるが、国府や府中が町名の由来かどうかは不明である。町長宮城県総合運動公園の宮城スタジアム。理府町は、県庁所在地ではないにもかかわらず、宮城県所有と理府町所有の規模は違うものの、 それらの公的機関が別々に運営する、ほぼ同じ種類の運動施設が、半径 1km 程度の範囲内に集中して、多数存在する、全国的にも珍しい自治体である。2001年に開催された、国民体育大会では、国民体育大会史上初の県庁所在地ではない、自治体がメイン会場となり、開会式、多数の競技が開催されるとともに、 翌2002年に開催された日韓ワールドカップサッカー大会の会場地となった。宮城県管轄施設はその性格上、正式競技から大規模コンサートの開催をも対応しながら広域的に活動しており、理不調管轄施設は住民の運動機会の増設や体力及び健康づくりを主活動とする住み分けが見られる。なお、宮城県総合運動公園は、 当初の計画上、東北楽天ゴールデンイーグルスが本拠地としている宮城球場を廃止、宮城県総合運動公園内に野球場を新設するはずであったが、凍結されている。海外農業平地に、水田、丘陵地帯に果樹園が多い。梨の栽培が盛んである。リフにおける梨の栽培は1884年に、 森高中町の日野東吉が二端部の水田を畑に転換し、そこに梨の苗木150本を植えたことから始まる。この頃の梨の品種は、大古川、太平、中渡る、金着などであり、後に長寿郎が加わった。日野は修正、梨栽培の普及と改良に努め、現在では、陸駅の近くに日野を称える、聖徳碑がある。 リフにおける梨栽培の面積は最大で55兆分余りに達し、収穫された梨は仙台や塩釜へ小売りされ、あるいは生産者の取引先の委託で各地へ発送された。1960年には農業共同組合が仙台や東京の市場へ出荷を試みた。市場へ出荷された梨は一時は好評を得たが関東や関西方面から早い時期に出荷される梨に、 遅れを取り、また採算代わりに合わないという理由で、6年から7年くらいで、市場へ出荷する生産者が減少し、農協も市場への出荷を取りやめた。これ以後は、生産者が個別に梨を販売、または生産者の取引先の委託で梨を各地へ、発送し、一部が仙台や塩釜の市場へ流れた。昭和後期になると、道路の整備や自動車の普及が進んだことから、 幹線道路沿いに直売所が設置され、生産量の約半分がこれらの通行者に販売されるようになった。水産業浜田の岸壁。松島湾では、カキの養殖が盛ん。工業しらかし大工業流通団地に工業地域があり、多数の工場が創業中。商業ンモール新里福田館、スーパーマーケット、映画館、飲食店、ホームセンター、医療店、酒屋、 ゲームセンター等がある。宮城県道8号仙台松島線に沿って多数の商店が営業している。イオンモール新リフを中心に一円に広がる商業地域があり、塩釜市や多賀城市などから多くの買い物客を集めている。リフ町の商店が拡大している背景には、塩釜市郊外に広い商業用地がないことや、 長城市北部の大半が文化財埋蔵地域で、大型商業施設の建設に適していないことが挙げられる。リフ高校の校舎。リフ駅の駅舎。三陸自動車道と仙台北部道路が分岐、合流する。リフジャンクション。リフ町民バス。高速道路国道県道新幹線。総合車両センターグランデ21か、瀬沼公園駐車区出店。ありがとうございます。